メリンダ・ゲビー、メリンダ・ゲビーは最近ではトップシェルフ・プロダクションズから発行された夫で漫画原作者のアラン・ブーアとの共同作業で完成した全3巻のグラフィックノベル、ロスト・ガールズで最もよく知られているアメリカンコミックブックアーティストであり漫画原作者である。カリフォルニア州サンフランシスコで生まれたゲビーは1973年に 出版社の見本紙で作家であり、作画家のリーマーズに出会い漫画を知ることとなった。もともと優れた芸術家であったゲビーは、ラストがスプから発行された新時代を隠するオール女性アンソロジー、ウィン・ミンズ・コミックス第3号に彼女の最初のコミックストリップを寄稿した。ウィン・ミンズ・コミックスのほか、キッズ・クリッツ、ウェット・サティン、およびアナーキー・コミックスを含む、 多くのアンソロジーに彼女が原作と作画をした短編が掲載された。それらは1977年発行の彼女の単行本フレスカ事実にまとめられている。1984年、彼女はレイモンドブリックス作風が吹く時のアニメーション映画化に取り組むために英国に移った。その後、彼女は様々なイラストレーションや事務の仕事をこなしつつ、 ストリップエイズやハートブレイクホテルなどのアンソロジーのために短編を制作し続けていた。この頃にノッカバートコミックスがポルノグラフィックコミックの輸入で英国税関によって起訴された時、ゲビーの漫画作品フレスカ事実も含まれていたため彼女も短期間の歪説物反復罪の裁判に巻き込まれている。氷決では該当するすべてのコミックスは欧州 紛書すべきとされ、フレスカ事実は英国内での所持が不法となった。また、ケビーは1999年から2002年の間にトゥモローストーリーズの12冊に登場したキャラクターのコブウェブのアランムーアとの共同創造者でもある。2007年5月12日、漫画原作者のアランムーアと結婚した。ありがとうございます。